はい、というなんかダブリ本コレクションがあったりして、はいはい、こっちのクローゼットは本コレクションだけが入ってるんですか？そうですね。どんな感じですか？はい、これちょっともう藤田さん直接開けて見ていただきたい。おー、すげえ綺麗な感じで収まってます、ね、すごいですね。丁寧な感じ。一番下があのそのディスクのが結構入ってます。あのその新品のあのさっきのとは別のものですね。こういう丁寧な感じでどうなんですかね。僕は A 型なんですけど何型ですか？ A 型ですね。本当に A 型ですか？藤田さん本当ですか？藤田さんも本気出せば多分こうなるんですよね。まあそうですね、貴重面なんです。本当はね、細かいんですけど本気みたいですね、その本気を。例えばこのナムコ系とかっていうのはシールを未使用な可能性高いんですか？はい、ほとんどあのシール未使用です。で、はがき、保証書、基本全部ついてるやつで。あ、じゃあちょっとはみ取りのとこ見ていいですか？あ、どうぞどうぞ。すごい。おー、ファミトレってなんだっけ、大運動会がね、結構俺少なかったんですよね、うち。あ、本当ですか？どれが好き？あ、でもそう、これがやっぱ入手しづらいと僕は思うんですよね。おー、まあ、キョンシーも割と、そして、はい、そうですね、キョンシー、うん、あと竹市場は結構あるんだけど、綺麗なやつはなかなかないような気がする。そうですね、2の方がとかあんまり見ないかもしれないですね。そうですね、竹市場ってこれどうなんですか？こんだけ箱が綺麗だと中は焼けてないですか？これなかったですね。珍しい、なかなか。これだからあと 2番のあれがないですよね。ランニングスタジアム。ランニングスタジアムってそんなレアじゃないですよね。ですよね、なんかあんま見ないですよね。あ、すごい。あ、怖い怖い。これでゴトッと落としたら、ね、どうなります？いや、全然もう大丈夫です。そこはあれ、ストバスはないですか？ここ、国奥シリーズがいっぱいあるんですけど。そうですね、ストバスはあの、別のところに入れてます。あー、あ、でもホトトギスとか貴重なやつもありますね。はい、これは普通のやつですか？ダイオードあり。普通のやつですね、ダイオードありですね。あ、ダイオードなしは別のところに。はい、大体だからこれ怖いな、奥も見たいんだけど。あ、本当に危ないような気がする。いや、確かに確かに。3万円ぐらい超えるやつは別のところに入れてます、はい、ああ、なるほど。あ、でもお絵かきっつはここにありますよね。あ、そうですね、お絵かきっつ大きいから。はい、大きいから。ちょ、落としそうだね、本当にね、いつかね。重みでね、ちょっと怖いですよね。スルッといって、おわーってなって。奥に手を添えていただいたら多分大丈夫です。優しく、優しく。あ、ここに、ね、あの、W よりもいいと言われてる小箱が奥に。はいはい。あ、そうですね、そっか、それ結構貴重なんですけど、はいはいはい、ちょっと入れる場所がなくて、そっちに入れ。ああ、なるほど。なんで英語遊びも。英語遊びもそうですね。なので英単語ついてますね、もちろん。ついてます。このカルチャーブレーンとかどうなんですか？カルチャーブレーン、カルチャーブレーン版とかも集めてたりするんですか？あの、1個ありますよ、別のとこで。あ、そうなんですね。はい、それは日本ゲームのやつですね。この絵もやばいですね、このコンディション、良さが。この再販版とかも集めてるんですか？再販版、はい、全部ありますね、あの別のとこに。全部あるんですね。完品で。じゃあ、あと2個、一応開けさせていただきます。はい。あ、囲碁名鑑と囲碁指南94は別ですよね、はい、別ですね。え、でも計算ゲーム4年ってやばいんじゃないのこれ。あー、4年と5年6年は相当貴重だと思いますけど、こんな綺麗なやつはめったにないと思うんで。俺も買ったんですけど、このまま。ここはディスクですね。ディスクです。これ開かないですよ、ここ。開けましょうか。あ、光源氏があって、うん、はい。あ、またオトッキーがね、小沢夏樹の。これあのフレンズさんで2週間前に買いました。あ、新品ですね。ニューって書いてあったんで。そうです、今ちょっと箱を潰れありますけど、これもフレンズさんで買いました、トップルジップ。あ、あったかもしれないね、今日もね。ありましたね。秋葉原とかでも買い物するんですか？結構。そうですね、まさにだからそのフレンズさんよく行ってたんですけど。あ、綺麗なやつ多いですもんね。閉店、やっぱそうですね、閉店つってましたね、確実に。確実に。はんはんはん。で、まあここは本コレクションの。そうですね、こんなディスクが下にあって。はい、ここなんですね、一番やばいのは。で、これはあの、藤田さんが、うん、3000本でしたっけ、はい、持ってるうちの2箱ですね。それももらったわけじゃないですけども、オークションで買いました。じゃあ、いいっすか、ここが一番やばいですよね。ここです、はい。ここだけで1000万、2000万あるんじゃないかって言われてるのかな。すごいな。じゃあ、行っちゃってください。行きますか。はい、はい、じゃあ、こちらですね。おお、あれ、バトルラッシュ、あの時買ったって言いましたよね、確かに、ね、あの時もすでに。そうですね、バトルラッシュ実は。はい、もうパンパンに入ってますね、これちょっと。これはでも本当にアタックさんといえばみたいなやつですよね、これね。そうですね。名刺があるやつですよね。そう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 。1年前なかったところで、じゃあ言うとですね、まあこの2本ですね、まず。あ、そうなんだ、セーフティラリーと。はい、まあ、裸だけですけど。はんはんはん。セーフティラリーいくらで買いました、これ。11か2か。ああ、お得っすね。本当ですか。だって最近20とかだったじゃないですか。
あああれ箱ついてませんでしたっけ。あ、ついてました。箱なしか。そうですね、これあは裸ですけど、でも箱ついてもあれなんかまあプランのやつでなんかそうですよね。いや、それこそなんかあ、こんな感じですか。そうですよね、うん、なんか似たようなのかって、まあお尻にシール貼ってると思うんですけど。あ、でも藤田さんも買われてませんでしたっけ、セルテロリー。なんか写真X にアップされてませんでしたすごいっすねいや、まあすげえな、買ってると思って、囲碁名館にセルティラリーにそう、あの25万福袋の中に入っててね、これ。え、そんな福袋があったんですか。いや、まあ、っていう知り合いのやつなんですけどね、知り合いから25万で絶対いいからって言われて、キアルじいさんっていう方が、あーやつで、これが入ってた。あ、マジっすか。お得だったんですよ、ギミックも入ってたし。うー、すごい。あ、じゃあそれを近々、あ、そうですね、動画として、動画として、それは楽しみですね。これで増えたんですね、この辺りが。そうですね。あとは、あ、このクンフ、クンフ、はい、の完品の綺麗なやつ、完品綺麗なやつですね。これもこれ20とか、そうですね、全然何十万するやつがまあ当たり前で、感覚麻痺してますからね箱のなんか新品とかもあるんですね、下も。あ、そうそうそう。あ、なんかフレンズさんに売ってましたね、新品の箱。うん、あ、いや、すごいですよね、箱も説明書もすごいありましたよね。あ、ありました、ありました。さらになんかいいやつが何個もあったじゃないですか。はいはい、はい、同じやつ、綺麗よね。これはでも何基準で入ってるんですか、この、はい、ロボコップ2とか。まあそんなでもないやつも入ってるんですけど。そうですね、なので 金額的に、うん、すごいのがまずあるじゃないですか。あって、で奥に入ってるやつは2、3万ぐらい超えたら入れてますね。あ、これでもあれなんですよ、ちょっと開けますけど、はい、これマッピーは、あ、なんかやばいですか、これやばいですね。マッピーにやばいのってありましたっけ。ドラガーわかるんですけど。そうそう、マッピー、ドラガーで、このバーコードありなやつなんですよね。ああ、これ後期のやつでかなり粘りが。それはあれでしょ、これもアーガーですね。はい、アーガー、はい。あ、マッピーはバーコードあるだけで誤植とかそういうわけなく。そうですね、単純に後期ってやつですね。これどんぐらいなんですか、相場的に。まあなんかむちゃくちゃ高いので出たりするんですけど、はい、一般的にどのくらいでやり取りされてるんですか、これって。ドルアーガーはまあ安かったら多分3万ぐらいで買えると思うんですけど。はあ、はあ、マッピーは、マッピーはもうほんと見ないんで、一回綺麗なの出た時に多分10万以上とか出てましたね。ああ、そうなんですね、これそんなヤバいですね、はい、結構ドルアーガーよりもヤバいってことですよね。ヤバいと思います、 かなり数少ないと思いますね。多分このクンフーぐらいないと思いますね、あの完品の綺麗なの。なるほど、ここですね。僕好きですよ、これすごく。あ、惜しかったやつですね。あ、この裏表のやつですね。これ前回お得だったんですよね、これね。え、下がそんなヤバくないですか、なんか変わった部分これ入ってます。この辺、はい、先生。これちょっとプレスなんですけど。ああ、はいはい、サンソフトのね。はい、新品で。ちょっと私もギミック大好きで。ああ、そうなんですね。はい、この後ちょっとまたお見せしますけど、ギミックいっぱい。これは何ですか、この間のやつ。シャドウレーンとアイシンセの間。これは、あ、在宅ですね。で、これ結構ヤバいのがですね、このポパイの夜遊びの銀箱の、はい、未使用の。これはどうしたんですか。これなんかセットで、なんか少し前に見たような気がするけど、やっぱそこそこ高かったんですよね。そうですね。これ最近仕入れたんですよ。これちょっと持ってないんで、中の綺麗なの。え、どこで買ったんですか。これもオークションですね。これは見てないですけど、いくらぐらいだったんですか、これ。これなんか前着てるやつになんか何万も出すのはいかんみたいなこと言ってませんでしたっけ。そうなんですよ。あれあれ、いや、なんでこれは安かった。ね、1万ちょい。なんで中だけだったらそんな高くないじゃないですか。なんで綺麗なの揃えて、まあ2万以内に抑えればまあまあいいかなと。まあまあまあ、そうなんですね。はい、綺麗なんで。そうですね。で、これ1年も結構高くなってきてるんですけど、これも確か何千円ぐらいで買えたので、これ両方ともあれですね、中はそんな高くないですよね。まあ、そうですね、はい。これが数千で買えるんですか。これ6000円くらいだと思いますね。これとかお得だったと思うんですけど。お得ですね。はい、その下に、あ、来ましたね。ちょっと開けてないですね、これ買った時も。はい、ごめんかなって。結構粗いんですよね、これ本物なんだけど。わかります。あー、このパッケージですか。そう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 、コピーっぽい感じの粗さがあるってことですかね。なんですかね、本物なんですけど。はい、イゴメーカー俺買って見たんですよ、はいはい、こんな粗かったっけと思ったんですよ。で、本物なんですよ。はい、なんですよ、当時だって結構そうだったりするんですよね。なんか嫌ですね、それ。確かになんか荒いっすね。そう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 、コピーっぽい感じがで、この中にこれもちょっと入れさせていただいてますけど。ありがとうございます。仕込んだかのように。いやいやいや、これはもう外しといていいんじゃないですか。これ外しそれは別にいいんじゃないですか、この中じゃなくてもこれも初めて藤田さんにお会いした時にサインいただいて
これ2000最初フルネームで書いたんですね。はい、2023年1月15日あフルネーム出ちゃってますよ、ね、やめた方がいいですか。やめそうっすね。で、はい、後期ですね。はい、で、これが、カルチャーブレーン、はいはい、後期ね、後期のあとはそうっすね、この辺カラオケはなんでワンボイ、まあ一応セットでみたいなこと。そうっすね、これもだから、ケースがないのでこれに入れてるだけです。あはい、で、めんつゆと、はい、めんつゆがこんな下に来るんですか、この上に行くほどやばいって話なんですけど。いや、これなんかいい感じの箱が、うん、これちょっと大きいじゃないですか、この台東のやつって、うん、なんで、あれがなんか保護するやつがなくて、これ置くのもなんかあんまりこう見栄えが、あっていうのがちょっとこだわりなんですね、じゃあ。はい、でここはロードランナー系ですね。ロードランナー系で、中箱が、はい、一応2つありつつ、 F1 センセーションはここに来ます。これ最近高くないですか。高いと思うんで結構聞いたと思うんですけど、いや上に行くほど高いっていう、ね、あそういうことですね。この下の段っていう、確かにそうですね。このコレクションは、はい、まあこれ見たりするんですか、奥さんとか。いや、ほぼ見ないですね。単純に興味ないからだと思うんですけど。じゃあそれは分かち合えないですよね、これすげえ。そうですね。そこは多分、はい、これ20万だけどこれ男だったとは言えない。いや、そうですね。それ言ったら藤田さんもでしょ。まあ、どうされてもすごい藤田さん。いや、どう、いや、まあ仕事としてはそうですね。そうですね、確かに。それ成立してますもんね。これもまあね、アタックさんも仕事じゃないですか。仕事なんですか、これ。あとこれも、一応抑えました。最近ですか。もう何ヶ月か前ですけど、これ新品じゃないんですけど、もちろん。で、これなんで、ね、いくらだっけ、50万だっけ。ん、スーパーポテトで、今日。ありました。そう、箱説なしがカートだけが10万ちょいで、はいはいはい、単品が50何万っていや、冗談に来ましたね、ついに冗談に。でもそうですね、ここの、まあ、そんなラベルはね、はい、はい、やばいのは、ここ最近行きましたね。ドンキも失礼な銀箱、結構綺麗め、これなかなかないですよね。ない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 、はい、これをどんぐらいで行ったんですか。14ぐらいですか。面白いですね、それを聞くだけでも面白いですね。で、サンスアーソル、これもヤバめですよね、これ綺麗ですけど。銀箱で一番ヤバいのは何でしたっけ。銀箱で一番ヤバいのは、そうですね、でも同じぐらいじゃないですか、この2本。まあでもこれ一番ヤバいかもしれないですけど、サンスアーソルと、あとワイルドガンマンと、ポパイのエゴアソビ。この中のラベルどうなってるかわかります。あれ、普通のやつじゃなかったっけ。どういうやつですか。線か絵で言うと、線ってことですか。線。あ、自信あります。あれ、ちょっと待ってください。何すかこの藤田クイズは。ポパイの英語遊びは、はい、線ですね。絵は何だろうと何だろうと、はいはい、で、算数遊びも線、まあ、どっちだろうとも、銀だろうとも、青だろうとも確か、はい、で、スリーも確か線だったような気がするんですけど。まあ正解です。ああ、よかった。もうよかった。いきなり言われると怖いじゃないですか。そうですね。ドキコングは色とあって、はい、あとジュニアも両方あって、はい、これだけね、両方ないですもん。そうですよね、確かにドキコングで言うならね。この段ですか。このクラスのここに来るんですね、ちょうど上の段の真ん中あたりで。まあでもこれ正直ちょっと高さの問題で、まあここにあってもいいかもしれないですね。ぐらいここはあのゾーンは割と貴重なの多いと思います。非売品数、まあまあ、ね、クーポンがちょっと違ったとしょ。これが一番多分高いですね。あの見たんですけど、私が今まで買ったソフトで。いくらですか。これ30ぐらい。あ、ごめんなさい、バトルラッシュがありましたね。そう、バトルラッシュ除いて、1個の価格で一番高かったのがこれなんですか。これですね。20台のは結構あるんですけど、30超えてるのはこれ。これ本物で間違いないですよね。そうですね。あ、本物っぽいっすね。なんで偽物の可能性ちょっと匂わせるんですか。結構怖いですよ、これ。確かに。これでも相当いろんなの見て、はい、偽物のやつはどうなのかっていうのは、私もなんとなくあの分かるようになったつもりではいるんですけど。ああ、まあ剥がれなくて、なんかこうピタッとなってるのはまあ大丈夫ですよね。はい。はい、で、さっき見たプロレスがあって、クンフーあって、でも奥は魔界村とか結構割とベタなやつも入ってますね。まあそうですね。ちょっと奥はそこまで正直あれかもしれないですね。まあまあ見えないわけですもんね、奥はね。そうですね、うん。あ、そこはまあロックマンの方なんですね。そうですね。まあこれあの、またこれもバージョンが違うんですよね。あ、ロックマンにもありましたっけ、そういうのが。なんか。あるか。はい。ツルツルとザラザラがありますもんね、そもそもね。そうですね。うん、っていうのは。どう違うんですか、パッケージ的には。パッケージ的にはこのカプコンのロゴが違いました。あと住所も表記が違うと思う。これどっちが高いとかってあります。いや、特にないと思います。同じぐらいですね。これデータク全部と復刻版の、これちょっと綺麗なのはなかなか見つけられないですけど。こ
んなあるんですね、これね。これ、はい、あと3つぐらいですかね。筋肉マンとか、筋肉マン、セイントセイヤー、あとなんだろうな、はい、なんかもう一個あったと思います。まあまあ確かにこれ綺麗です。そもそも少ないですもんね。そうなんですよ。で、じゃあ一番見ますか。バトルラッシュが見えてるわけですね。これが、はい、まあ、単品で一番高かったんですよね。そうですね。まあこれはちょっと価格は あのご想像にお待ちください。そうですね、やばいと思って。これも別に入れてます、箱崩れないように。カードと、あー怖いですね、開けたり出したりするから。そうですね、はい。で、あーなんかもうその辺のスリートップみたいなのありますよね。レッカとかギミックとか。そうですね、これまずギミック、はい、これ1個は完備なんですけど、1個はソフトしか入ってないですね。はいはいはい、はい、節とハガキ入ってないんですけど。これなんで何個も買うんですか。これやっぱギミックはちょっとやっぱなんか一番好きで、ギミックだけはもう何本あっても困らないというこれはもうあえてですね。これあえてです。これちなみにここにもこれ2本、これ駿河屋さんのオンラインのやつで8万だったかそれぐらい前後で、はい、っていうのがあって、はい、まあムーンクリスタルは3つ。その段は全部こっち向いてますね。そうですね、まあでも後ろも、ああ、それは何ですか、シルバーステッカーとかですか、これ。あ、そうですね、の入れ物でちょっとここに入れてるだけですね。ああ、そうか。これ自体は別に普通ですけど、タイトーのあ、これね、はい、この3個がありつつ、レッカバトルフォーミュラー。あー、でもヤンチャマン3がそこに行きます。ヤンチャマン結構高かったんですよね、3。あ、まあ高いですよ、確かに。はい、まあ、10はもちろんいかないんですけど。で、リックルとカーシメジ4ので、後ろはドラキュラもありますね。ドラキュラ箱付き、6でなしブルース、ドロピー。この6でなしブルースはあのシール未使用のやつ。ああ、いいですね。はい結構綺麗ですね。ドラキュラも結構綺麗だと思いますね、これ。いや、これも痛みやすいですからね。そうですよね。あ、でもこの中で一番高い、まあバトルラッシュはもちろんですけど、はい、まあ、バトルフォーメラですかね。これも20とかですか。はい、綺麗だと高いですもんね。そうですね。まあ、スノブラですか。スノブラはどこでも高いな。そうですね、ちょっとこうなんかあるんですけど、箱スノブラってカセットのみって3万とかなんですけど、はい、そうですね、箱付きだとね、本当にグッと分かりますよね、この違いね。はい、だから箱がやばいってことですね。そうですね、っていう感じですか。あ、ありがとうございますこれはすごいやばかったですね一番欲しいのは何ですか。まあでもやっぱり市販品だったら、そうですね、ウパかオーバーホライゾンか。あ、で予算は大体決まってて。そうですね。で、いくらもらったら入札するとか買うとかっていうのは多分決まってるんですよね。そうですね。ああ、という感じですげえ、まあ、ほぼ全部見せていただきましたけどやばかったですね。で、今回なんですけど、あの藤田さん、まあ、あの、まあ、せっかくっていうかわざわざ来ていただいてですね、まあ、私の方の動画にもあのちょこっと出ていただいたりとか、感謝の気持ちでいっぱいなんですけど。あ、とてもです。僕もこういうの見せてもらってすごく勉強になりました。勉強、いえいえ、とんでもないです、はい、あと、あの、まあ、ご結婚されてお子さんもあの出産されたということで、プレゼントえ、いいんすか。はい、ということで、一応2つ、用意しまして、で1つ目は、まあ、ちょっと今後も、まあ、いいことがあるようにという思いも込めてなんですけど、はいはいはい、こちらです。いいっすか。はい、え、これ、これあの、さっきご覧になったかもしれないですけど、2つ私持ってまして、はいはいはい、まあ、ちょっとあの、まあ、痛みとかあるんですけど、縁起いいかなと。いや、でもね、これも結構高いもんじゃないですか。まあ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 、まあ、そうですけどね、ご祝儀というの込みの、あと、まあ、縁起物ということで、まあ、相場多分、まあ、3万前後ぐらいじゃないですか。はい、はい、まあ、そんなところですね。あ、ある、いいですか。はい、これあの、ぜひ。あ、確かにこれないですね、うちには。あ、ありがとうございます。縁起物ってことで、ありがとうございます。で、もう一つですね。で、まあ、やっぱ私といえばファミコンなんでそうですね、はい、はい、用意しました。はい、なんでしょう。はい、こちらです。ドスンと、はい、お、マリオだ。綺麗なやつだ。これ先ほど、はい、あのご覧いただいたあのダブリの方の、まあ、前回スーマリだったので、まあ、今回はマリオブラザーズと、まあ、もうマリオセットということですね。でもニコニコしちゃっちゃマジで。そうですね、この小箱の、まあ、割と綺麗めなやつですけれども、うんうんじゃないんですよ。うんうん、いいぞいいぞ。こういうのがね、俺嬉しいなと思う。こっちはだから来ていただいてありがとうございますと。ありがとうございます。これに、はい、はい、なります。じゃあいいんすね。はい、もちろんです。まあ、何かお返しというか、いや、もうベタなやつで、ベタなやつでお返しします、ね。何でももう、ありがとうございます。じゃあまた1年、2年後見せてください。わかりました。ということで、アタクサのヤバいコレクションでした。